中に王子様はいませんか？どうか私とキスを。私はどこにでもいる普通の女の子だったはずなのに、悪い魔女に呪いをかけられて世界がチカチカ滅亡することにだけって、どうしようって困っていたら、いい魔法使いさんがドロンと登場。父に恋い呪いを弱めてくれたおかげで、運命の王子様と愛のキスができれば呪いは解けることになりました。その日から私の私による私のための、いや世界のための王子様探しの日々が始まったのです。クラスメイトのあの子かもだけど、私お姫様みたいに可愛くできました。